パリ五輪、柔道男子66キロ級、2回戦、28日、シャンドマルスアリーナ、阿部一文パーク24、が初戦に挑み、ボン・グラーツ、ハンガリー、に合わせ技一本で準々決勝進出を決めた。開始25秒で背負い投げで技ありを奪うと、59秒で袖釣り込み腰で技ありを奪い、決め切った。 直前に兄弟2連覇を誓い合った妹の歌がまさかの敗戦。同様もあったはずだが、それでもしっかりと兄としての威厳を示した。安部はじめは兄弟連覇をかけて臨む五輪、21年の東京五輪で金メダル獲得後は、圧倒的な強さを示してきた。22年10月の世界選手権でも妹、首と18年以来、世界選手権では2度目となる兄弟同時制覇を達成した。 翌23年5月の世界選手権でも歌との世界選手権では3度目の兄弟同時制覇と柔道界を牽引その実績から同年6月には採決なしでの承認で五輪代表へ選出された本戦へ向けて安倍はじめは必ず兄弟での2連覇を達成するこの大会に向けて3年かけてやってきたかなり成長したと話していた安倍一二安倍一二 1997年8月9日兵庫県神戸市出身兵庫振興学園校2年だった2014年に男子史上最年少の17歳2ヶ月で講堂館杯全日本体重別選手権を制した新田医大に進学し1617年に全日本選抜体重別選手権で2連覇17年世界選手権で初出場優勝を果たし 21年東京五輪で妹の歌と兄弟同日金メダルの快挙2223年世界選手権も制した得意技は背負い投げ1 6 8センチ